今回は J2 モンテリオ山形から J1 京都サンガ FC へ完全移籍したマルディノ選手について取り上げていきたいなと思うんですけれども、2016年に来日してから7シーズン目を迎える、日本に来て7年目を迎える選手なんですけれども、すでに4クラブに在籍した経験がありまして、京都は5クラブ目になるんですよね。横浜 F マリノス、浦和レッズ、ベガルタ仙台、そして J2 のモンテリオ山形、マルちゃんの愛称で親しまれているこの選手なんですけれども、本当にサッカーが上手いですね。めちゃくちゃサッカーが上手いです。もうこれでこの動画終わってもいいぐらいですね。もうこのサッカーが上手い、これで終わってもいいぐらいです。サッカーを評価するときって、サッカーが強いとサッカーが上手いって表現できると思うんですけれども、上手いに全振りした選手といいますか、足元のテクニックであり、ボールタッチであったり、キックの精度であったり、もう本当にサッカーが上手いんですよね。それに加えて生まれ持った運動神経の良さは、なんといってもスピードですよね。キュラソーの国籍を持っておりまして、キュラソー代表に選出されてプレーしている経験もあります。またオランダにルーツも持ってまして、アンダー17のオランダ代表にも選出されているという実績も伴っている選手なんですけれども、浦和時代にね、キュラソー代表は引退しておりまして、もうクラブ活動に専念するということを発表しています。世間的にはね、ちょっと賛否両論ある選手なんじゃないかなと思うんですけれども、守備をしないだったり、すぐに倒れ込んでしまうだったりね、あんまりいいイメージ持ってない人も多いかなと思うんですけれども、確かにそれは事実であって、ベガルタ仙台時代にはね、シーズン途中に契約解除されるなんてこともありましたけれども、それでもね、7年目を迎えまして5クラブ目から声がかかるっていうのは、それだけ魅力があるからだと思うんですよね。30歳にして再び J1 の舞台へ帰ってきた、そんなマルティノス選手の経歴からまず振り返っていきましょう。マルティノス選手、1991年3月7日生まれの30歳、もう30歳の選手なんですよね。キュラソーで生まれてオランダで育ったという選手なんですけれども、ストリートでサッカーしてたっていう話もあるんですよね。プロデビューはオランダ一部エールディビジヘイレンフェンでデビューしていますね。小林祐希選手が過去に在籍した経験もありますね。なかなか出番がなくて2部のパルタロッテルダムに移籍するんですけれども、そこからハンガリー一部のフェレンツバーロシュに移籍しますね。そして再びオランダ2部のエメンに戻ってきて、ルーマニアリーグも経験してるんですよね。ルーマニア一部のボトシャニでプレーをした後に、2016年から横浜 F マリノスに加入ということで、なんといってもデビュー戦のインパクトですよね。ガンバ大阪戦 BS1 で放送されてたんですけれども、本当にすげえ選手が来たなっていう印象でした。そして2018年、堀監督率いる浦和レッズに加入するということで、サイドの選手を堀監督が欲してたので、ただね、堀監督がリーグ戦5試合で解任されてしまいまして、その後ね、マルティノス選手としてはちょっと不遇の時代が続くという感じでしょうか。2020年に大槻剛監督が 4-4-2 にシステムを変更してから、サイドで生きる機会っていうのが増えたんですけれども、しかし2020シーズンをもって退団するということになりました。2021年加入したベガルタ仙台では、わずか半年間で3ゴールを挙げるなど、本当に活躍を見せてたんですけれども、8月夏に双方の合意の上で契約解除ということで、そこでオファーを出したのが J2 山形、J2 ではね、1ゴールを挙げており、しっかり活躍もしていたんですけども、今シーズンは J1 に昇格が決まった京都に移籍してプレーするということになってます。ここからマルティノ選手の魅力参戦ということで、今回は誠に勝ちながら3つマルティノ選手のすごいなと思う部分を挙げさせていただきました。でも本当にサッカーが上手いんですよ。もうそれで終わってもいいぐらいなんですけど、サッカーの上手さで言ったらジェイクしたと思います。それでは早速、まず1つ目、右斜め45度、これぞマルチャンゾーンということで、左利きの選手なんですけれどもね、その右サイド斜め45度ぐらいの角度からカットインしてシュートっていうのを非常に得意としている、そういった得点パターンを持っている選手ですよね。スピードがあるドリブラーですので、縦に行くこともできる、縦に行ってクロスを上げることもでき、そのままえぐっていくこともできるので、ディフェンスとしては中だけを切っているわけにもいかないということで、対応が非常に難しいんですよね。縦を切ったら中行かれてしまいますし、中を切ったら縦行かれてしまいますし、またシュートも上手いですからね、空いたシュートってのも非常に上手いですから、この形で得点したシーンっていうの多いですよね。これルヴァンカップですかね、この角度得意ですよね。ちょっとディフェンス軽いですけれど、シュートはもう完璧ですよね。これマリノス時代のゴールなんですけれども、ここねディフェンスもうちょっと詰めた方がいいかもしれないですよね。行かれちゃうんで、シュートも上手いですね。これ山形戦の去年のゴールなんですけれども、この角度からここね巻いてゴール狙ってきますから。続きまして2番、ディフェンスをぶっちぎる圧倒的なスピードということで、恵まれた身体能力、本当にスピードがあります。めちゃくちゃ速いです。1番でも少し紹介したんですけどもね、縦開けておいたらもうすぐ縦行かれるんで、ディフェンスとしては本当に対応の難しい選手だと思います。瞬間的なスピードっていうのがありますよね。加速力、いわゆるスプリントっていうのが素晴らしいと思いますね。それに加えてボールタッチっていうのも非常に繊細でね、足元がありますので、緩急つけて縦に突破するサイドのシーンなんかも結構見られますよね。これが J デビュー戦ですよね。これ右にいるのがマルティノ選手なんですけれども、斉藤学選手からの、これ速いですね、スプリント。これはすごかったと思います、このデビュー戦。これね、結構ディフェンス2人いるんですけど、速いですよね。スピードがありますから。
ラスト3つ目、フリーキックも蹴ります。左足から放たれる精度抜群キックということで、まあ、貴重なレフティの選手なんですよね。チームとしては左利きの選手1人いるだけで全然違いますよね。本当に左足のキックっていうのはチームにとっても本当に大きな武器になりますし、まあ、フリーキックも蹴れますし、コーナーキックも蹴れるんで、フリーキック結構ね、コースを狙った速いボールっていう素晴らしいキック蹴れますので、まあ、コーナーキックの場合ね、結構ニアに引っかかってしまうことも多いんですけれども、抜ければ大チャンスみたいなね、そんなボールを蹴れます。まあ、そこはまあチームのスタイルにもよりますかね。これもフリーキック決めたシーンなんですけど、相手スオビク選手ですから、よく決めましたよね、このコース。スピードといいコースといい完璧だと思います。これはね、アディショナルタイムのこの強烈なシュート、パンチ力もありますよね、このシュート。シュート精度だけじゃなくて、本当にキックの精度が高いんでね、試合中こういうサイドチェンジなんかも結構見られますから。ここまでマルティノ選手の魅力を紹介してきたんですけれども、いかがでしょうか。まあ、マルティノ選手ね、一人で状況を打開できる選手ですから。12年ぶりの J1 京都サンガ FC ですけれども、新加入の選手も多くてね、結構未知数な部分も多いですから、まあ、長期で体制2年目サイドの選手のがね、結構重要なサッカーになってくると思うので、マルティノ選手の個性っていうのが生きてくるんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはね、ちょっと京都の暑さが心配だなっていう、スタミナの部分がちょっと心配な部分もあるんですけれども、まあ、途中から入れても状況を変えられる一発がありますから、まあ、チームプレーよりも個人プレーが魅力の選手ですしね、起爆剤になる可能性というのが十分にあり得ます。 J1 定着のためにはまず1年目の残留、1年目でどこまで戦えるかっていうのが重要だと思うんで、勝ち点を1でも1試合で取るために個人で打開できる選手、一発がある選手っていうのはね、結構大事になってきますから、張さんがマルティノ選手をどんな使い方をするのかっていうところも注目ですよね。マルティノ選手の活躍期待です。